6番人気は4番マルゼンスキー。これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。9番人気5番エアグルーヴ、6番マルゼンスキー、1番人気です。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。勝ちは十分に狙える3番人気7番ゴールドシップ。3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。8番マルゼンスキー、7番人気です。9番ウォッカ、4番人気です。これ以上ない仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。1番セイウンスカイ、2番人気です。8番人気2番ウォッカ。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。3番ウォッカ、5番人気です。ライバルたちは強力ですが好走を期待したいですね。このさあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは4番マルゼンスキー、セイウンスカイ、6番マルゼンスキー、4番マルゼンスキー。落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。勝利誓おう。期待通りの結果を出せるか。1番人気6番マルゼンスキー、4番マルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは4番マルゼンスキー。このままリードすることができるか。続きましたセイウンスカイ、早くも激しい競り合い。3番手には6番マルゼンスキー、1馬身離れてエアグルーヴ、少し離れて8番マルゼンスキー、2馬身差9番ウォッカ、1馬身離れて3番ウォッカ、内をついて2番ウォッカ。まもなく第4コーナーカーブ。最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。4番マルゼンスキー、ここで抜け出した。6番マルゼンスキー、まだ抑えたままだ。6番マルゼンスキー、外で足を痛めています。4番マルゼンスキー、鼻を包む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。4番マルゼンスキー、突き放せ。最後のコーナー、先陣を切ったのは4番マルゼンスキー。4番マルゼンスキー、先頭は4番マルゼンスキー。これは強い。残り200です。4番マルゼンスキー。気持ちいい風。